ちょっと先生、はい、結構、はい、嫌われ者でしょ結構じゃなくて、江頭さん以上におそらく嫌われ者だと思っておりますでもここは食事のマナーの心得でございますので、嫌われても私は関係なく指導してまいりますので、またまたお願いいたします。またまたお願いします頭を下げない明日の人品でございます。わあ、聞きやすいですよものすごく聞きやすい。えらい悪かったな隣に変な人がいるからめちゃくちゃ聞きやすい。あのこのちょっとブリーフだ、ちょっとこっち来い。若いでしょ。なんですか、すっげーうるせえ。なんですか。どうしたいんだよ。ちょっとこれを学べばワンランク上の音。本当に。はい。うっさいなもう。あなたが食べないための私が次の料理いただくことができないんですよ僕、はい、最近さやま愛ちゃんって子に振られちゃったんですよ。わかりますなんでよ振られて当たり前だと思いますちなみに、はい、先生は、はい、独身ですかそれって話題ですか。いい話題ではないですけれども、はい、独身でございます。子供おりますよ。あ、はい、独身なのに、はい、子供がいる。そうや、分かるだいなそれで気にすんだか。マナーの先生でもやっぱり、はい、どっか、はい、マナーがなくなって旦那さんがついてこれなかったかもしれないですね。そうかもしれませんね変な空気になっちゃった。今日はブリーフ団に、はい、うん、ソースが美味しい。ソースも美味しい。ソースも美味しいソースをかけて美味しいですよね。返事がない。好きなんですか。好き、もう大好き。だからイチゴ最後に食べるんですか。最後。そんなのは家でやって先生もすですか。4人兄弟。4人兄弟、私もそうなんですけど、うん、なのにどうして好きなもの先にいただかないんですか。取られちゃうことはないんですか。いや、そうなんですけど、うん、取る人はいるでしょ。上が取るでしょ。いや、取らない。あ、そう。マナーそんなにしつけのいい家庭であればしつけが良くていいはずなんですけど。うちはマナーがあるからそれじゃ倒れるわ。あ、倒れちゃダメ。なんで倒れちゃダメなの。ありがとうございます。素晴らしい。ちょっとだけ違うけどほぼ似てる、はい、フォークの方は行きのナイフの向きだけが。ありがとうございました。こちらのこそお料理も美味しかったけど、江頭さんとお話してることがもっと美味しく、今日心残りぐらいぼわっとしてます。とても美味しかったです。お話が、江頭さんのマナー、はい、100点満点でいうと何点でしょうか。はい、もう人の言うこと一向に聞かない、マイナス50点。おー、下げんじゃねえよ。お前が、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